他にいなければ私に一つちょうだい。いえ、私はいいんです。ええ、でも…は、美味しいってのはココも保証するよ。あ、僕も。そんなことおっしゃられても…いいえ、でも…あですから、私はいらないと申し上げたのですが。すいません。でもちっともおかしくはないんですよ、クラナリさん。はい。もしかしてクラナリさんご存じなかったんですか？クラナリ、面白いから黙って見てたけど。あんた、本当に何も聞いてなかったのね。ゲートに入場する時の説明。空はね、違いますよ。クラナリ、全然違うって。つまんないボケしないでよ。はいはい、仕方ない。ソラ、悪いんだけど、もう一回自己紹介してあげて。わかりました。私は茜ヶ崎空。正式名称は LM-RSDS-4913A と申します。このレミューの案内係を仰せつかっている人工知能、いわゆる
AI プログラムです。私はレミシステム内の機能の一部として組み込まれていますので、手近な端末で呼び出してくださればレミューの館内どこにでもすぐに参ります。また全館に及ぶ本格的な RSD を採用することで私の姿形は実現されています。おそらく世界でも珍しいのではないでしょうか。 RSD 確かに珍しいわね。これほどのものは他では見たことないわ。レミューの地盤の出し物の一つだからね。そっか、だからソラさんは停電の間いなくなっちゃってたんだ。ええ、どうもご心配をおかけしましたね。RSD って？簡単に言うと、半導体レーザーを直接網膜照射する画像表示システム。ああ、なるほど。それにしても、ずいぶん高度な人格を持たされているのね。仮想空間を生み出す技術にレミューは相当なこだわりを持っていますから、私の存在もその一環です。大きなシステムが必要なんじゃない？そうですね。それでも20年前に比べればかなり小型になったのではないでしょうか。どのくらい？それはどこにあるの？見てみたいものね。すいません、私の口からは言えません。秘密なんです。詳細なデータを持たされてないのね。ええ、そうです。あなたは衝動や意志を持ってるみたいだけど、自立した考えを持っているように見える。それは莫大なサンプリングから無作為あるいは作為的に抽出して結果を返しているだけです。無作為？ああ、なるほど。デタラメなことをして褒められたら、それが正しいことであることを学習するのね。そうです。それに好奇心、集中力を有効に機能させることに関してかなりの配慮が払われています。音声入力による携帯素解析もおそらく他に例を見ないレベルで高速かつ正確なものを持っていると思います。あとはちょっと特殊な技術を使っている部分がありますね。詳細は企業秘密ですが。そうね、普通の AI ではちょっと説明のつかないところが残るけど、まあいいわ、大体分かったから。ところでソラ、私ね、実は男だって言ったら信じる？邪魔しないで、私はソラに聞いてるの。どう？信じる？いいえ。じゃあ私の歳が二十歳を超えてるってのは？可能性はあります。私は独身なの。これからも多分そうね。主義だから。ええ、そうかもしれませんね。実はね、たけしは3年前に性転換した男になったの。本当よ、さっき聞いたの。